こんにちは、堀口教授です。今回はスペシャルゲストで松田選手が来てくれました。おはようございます。お願いします。はい、やってまいりました。お願いします。ありがとうございます。はい、手術されまして、はい、今どうですか。まあ、そうですね、まあ、前十字靭帯切って、まあ、手術して、まあ、すごい、医者には早いペースで治ってるなっていうことを言われて、はい、まあ、ちょっと怪我してる期間やることがなくて、はい、練習できなくて、まあ、すごい暇なんですけど、マジさんも結構デッドボールとかもらって、はいはい、なんか痛めたりして休んでた期間とかって何をして過ごしてましたか。いや本当僕は骨折が多いんですよ、はいはい、僕もやっぱ何もできない状態の大きい怪我が多いんで、はい、基本的に全治2ヶ月っていう診断が下されるんで、はい、何もしないですもんね。だからやっぱり手の骨折が多かったので、はい、やっぱりランニングとか、はいはい、ジョギングしたかって結局手に負担かかるんで、はいはいはい、結構僕はもう完璧もう休む時は休んで、あ、はい、でもう良くなってからカット上げるようにして、はいはい、やっぱり特に骨とかってできるわと思って早めにやるとやっぱ骨ってつかないとかよく言うんで、はいはいはい、だから今の選手ちょっと早めにやりたがるんですけど、はい、それってあんま良くないなと思うんで、もう治すときは治す、はい、完璧に治ったら復帰でいいと思いますね、はいはいはい、そうですね、まあ、はい、前十字靭帯も結構、はい、なんだろう、やってる人いて、はい、まあ、やっぱりちゃんと治した選手はもう前よりパフォーマンスが上がってたりするので、はいはい、なんだ焦んないっていうか、はい、していきたいなと自分も思ってます。おう、ゲーム中骨折多いんですけど。あ、ゲーム中、ゲーム中デッドボールとか、はい、ゲーム中ゲーム中はね、全然 ね、はい、弱いんでね、骨折しないですけど、はい、試合、野球のゲーム中はね、はい、結構デッドボールだった時、血の気が引くというか、一回バット振ってここが折れた時あったんですよ、こっちが、はいはいはい、その時はもう振った瞬間にボキって言って、はい、その瞬間からこのがさーって拾えて、はい、すぐこう震えてきて、あ、もうダメだと思ってもう終わりましたけど。切られた時どんな感じだったんですか。切られたという、まあ、練習中切ったんですけど、はい、自分はもう多分弱ってたんで、はい、その膝をこう、うん、膝の上からちょっとこうなんだろう、はい、練習はパートナーをこう、うん、押してきたんですよ、はい、そしたらもう膝が普通にスッてこうずれちゃって、はい、何の音もしない。マジですか。音とかなかったですか。なくて、うん、で普通にまあガチャガチャガチャってはめて、はい、また続けたんですけど、はい、で次の日の朝スパーリングで、はい、こうステップを踏んでたら、うん、そのまた普通にステップ踏んでただけでガッてずれちゃって、うん、まあこれはもうダメだなと思って、うん、医者行ったら前十字靭帯切れてるねっていう。なるほど、はい、まあつけるしかないってことですね。そうですね、もう手術しかないので、うん、なるほど、それで手術しましたね。切れてるのに、はい、普通にそのままここ知らんって言って、そう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 、すごいね、おかしくない熱男魂やね、熱男魂、熱い、はい、やもう熱いわ、ほんと、はい、でも全然痛くなかった。本当ですか、はい、ただ外れただけだなと思ってるんですけど。はい、それ以外の怪我ってないんですか。それ以外は、まあ、今一番大きいですか。やっぱ、いや、そんなことないですよ。高校の時に同じ方向の、うんうん、まあ、右足のすねを折ってて、はいはい、そこでもう1年ぐらい、うん、復帰できなかったですね。なるほどですね、はい、1年ぐらい練習できなかったことってありますか。うん、これまで野球人生で2ヶ月がマックスですね、はい、やっぱ骨折なので、はいはい、2ヶ月休めば治るって感じで、はい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 、筋肉系一回もしたことないですよ。じゃあ結構体丈夫なんですね。そうですね、まあ、12時間寝てるんで。12時間寝てるんですか、はいはい、まあでも自分昼寝合わせて10時間ぐらい寝てますね、はい、まあ引退後は、はい、格闘家に、あ、格闘行く、はい雷神出てください、はいはいはい、ロックで嘘でした、はいはい、いや賛成していいですか、はい、もう、いや、引退後は、はい、野球界の松岡修造と、はいはいはい、ああ、いいですね、はい、もうインタビュアーとしてこれから練習していかなきゃいけないから、はい、今日いい機会だなと思って、はい、慣れてくださいよ、はい、どんどん行きますから、はいはい、スーツ着て、スーツ着て、教授君的に気をつけていることとか、コンディション作りで睡眠とかですか。睡眠とか含めて、食事とか含めて。そうですね、まあ自分はそんなに、まあ食事とかは、うん、カイ君に負けてから、うん、ちょっと気をつけようかなと思って、まあしっかり栄養士つけて今やってるんですけど、うん、その前は全然もうマックとかも食ってたし、うん、何でも食べてました、ね、はい、そういうところで気をつけてることはありますか。そうですね、僕はあんま食事って、はい、野球って
格闘技と違って野球ってあんまりあの食事制限とか、はいはい、体重制限とか節制することゼロなんですよ、はい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 、だから逆にあのストレスだけ溜めないように、はいはいはい、もう好きなもの食べて、はい好きなもの飲んでって感じやってますけど、やっぱりこう体重がちょっと増えたからって言って休むとなんかこうストレスになるというか、はいはいはい、あ体重が増えたり食べたんだったらちょっと運動しようかぐらいの感覚でやってます、はいはいはい、そうですよね、やっぱストレスが一番良くないですよね。そうですね、ストレス溜めるとやっぱコンディションも悪くなるし、やっぱそれが結構野球選手焼肉が多いとかお寿司が多いって言うんですけど、はいはい、やっぱ次の日のこう活力というか、はいはい、夜ご飯やっぱりなんか美味しいものとか好きなもの食べたらまた明日頑張ろうかと思うんで、はいはいはい、うん、そうですね、そんな感じで野球選手が多いです、まあ、でも今自分もその格闘技で、はい、あんまりそんな減量ハードじゃないんで、あ、なるほどね、まあ、好きなもの食べて、うんうん、まあ、ただ体にいいものその栄養士にあの教えてもらってこういうものを取った方がいいよっていうのを、メニュー決めてもらってるんですか？もういやメニューは決めてもらってないんですけど、はい、もうちょっとそのタンパク質を取ってとか、うん、そういうちょっとしたアドバイスをもらって、あ、なるほど、はい、ですね、格闘技は大事ですもんね、やっぱね、うん、体大事ですかね、うん、技と体はどっちが大事なんですか？いやまあ体ですね、心技体やったら、いやまあ、はい、全部大事ですけど、はい、まあ体が丈夫な方がやっぱりいいですよね、なるほどね、はい、やっぱ体同士のぶつかり合いなんで、ね、はい、あの試合はどうやったんですか？あの負けられた試合、僕ショックやったんですか？すいません、いやどうやったんですか？いやそれこ今度お会いしたら聞きたかったんですけど、はいはい、はい、まあそうですね、はい、はっきり言って体は絶不調でしたね。本当ですか？はい、コンディション的に、コンディション的に絶不調で、うん、はい、気持ちは、まあ、気持ちはまあいつも通り、はい、普通で、うん、はい、そうですね、まあ、負けたことに関してはまあすごいショックで、うん、一番は周りの人ですね、うん、応援来てくれてる方とか、うん、ファンの方も泣いてくれてた方がいて、はい、まあ、それを見て、ああ申し訳ないなっていうのがありましたね。なるほど、はい、野球もそうなんですけど、格闘技も流れが早いじゃないですか、はいはいはい、で去年のオフ大晦日ね、あの負けたじゃないですか、はいはい、そこすごいですね、スピードっていうかね、はいはい、入れ替わりというか、このもうそうですね、はい、気抜くことができるんですね、はいはい、でも、はい、なんかすごい自分はいい風に捉えて、はい、いい流れができたかなっていう、はい、まだ分かんないですけど、うん、9月に復帰したいなっていう、はい、で9月やって、うん、はい、で大晦日マネルケープやって、はい、ベルト取りたいなと。なるほど、はい、もうそこまであれですか、描いたんですね。まあそうですね、2020年は、はい、なるほど、復活の年にしたいなと思ってます、ね、なるほどですね、はい、もっち詳しいんだよね、はあ、あれでしょ、朝倉兄弟アウトサイダーのやつらでしょ、はいはい、格闘技好きなんですか？はい、はい、そうです、結構見るんですか？結構見ますよ、はい、どこが好きなんですか、格闘技、はい、何が好きなんですか？あのスタートするまでの入り入場ってことですか？そうそうそう野球ではない、あのあれでしょ、はい、なんか独特のこの、はい、男が一人ずつ入ってくるのにあんな演出とか、はい、もうあのカーンってなったら僕はもう、はい、もうボーって感じなんですけど、その終わってからの、はい、あのもう盛り上がりっていうか、へー、独特っていうかすごい雰囲気あるじゃないですか、はいはい、へー、だってあんな簡単に味わえないですもんね。まあそうですよね、はあ、でもそこを見てるんですね、はい、そうです、はい、で去年買ってあの西武ドームから駆けつけたんですけど、はいはい、めっちゃショックやったっす。申し訳ないです、本当に、はい、申し訳ないです、はい、ですね、まあでも次はしっかり、はい、しっかり勝ちますんで、はい、いやしっかり勝ちますってか1ラウンドで終わっちゃった。そうなんですよ、あそっちっすね、そう、あそっちっすか、そう、はい、ベンウィーって1ラウンドだった。そうですね、1ラウンドですよ、はい、はい、1ラウンドで終わりました、はい、着きましたとか、いや今終わったすいません、はい、今のその入場格闘技の何が好きっていうと入場って話だったけど、うん、逆になんか野球でもこういう入場っていうか打席行くときこうしてなとかスタメン発表こうしてほしいなとかなんかアイディア。いややっぱりだからあのね、登場曲、入場曲と一緒で登場曲の大事さっていうのを改めて感じます。僕らも好きなものとかやってるんですけど、はいはい、前回見させてもらった時ってあのリングサイドを見させてもらったんですけど、はい、あの人それぞれ登場曲あって、はいはい、ね、やっぱりこう絶対耳に入るじゃないですか、はい、その時のやっぱり曲の大事さというか、うん、あと人それぞれこう出ますよね。はい、そうですね、ですよね、はい、うん、入場曲の選び方、こっちは打席行く時の曲、もうカラオケとか歌うのがもう絶対ダメなんですよ。へえ、なんであんまり好きな歌とか好きな人とかいないんで、はい、やっぱり今流行ってる誰もが知ってる曲を選んでます、はい、だから
僕多分人よりも、はい、多分これにしたいんじゃなくて、はい、多分この15年で何十曲も使ってます、はい、へえ、はい、マチさんはカラオケとかダメって言ったじゃないですか、はいはい、それってどういうダメなんですか、それは音痴とかそういうことなんですか、多分生まれ変わるなら、はい、ちっちゃい頃からカラオケとか行ったり、はい、歌うことをしっかりやりたかったというか、はい、歌だけをやってこなかったんですよ、だからやりたいと思った時になっても ダメだったっていう感じで、それは音痴とかそういうこと、音痴でしょうね、多分で一番忘れないことが、はい、小学校の時に野球チームみんなでカラオケ行ったんですよ、はい、関西なんで六甲おろし歌うんですよ、はい、その時に自分歌えなかった記憶があるんですよ、そっから多分カラオケに行ってないです、人生で、もうトラウマになっちゃって、トラウマ、はい、まあ、でも自分もすごい音痴なんで、ああ、そうか、全然歌わないですね、歌とかも、はい、この前ファンミーティングやったんですけど、はいはい、ファンミーティングやった時に、まあ、歌を披露してくれってそのファンミーティング内で言われて、はいはい、もうその場をしのぐために、はい、いや YouTube でやりますって言っちゃったんですよ、はいはい、だからその企画をやんないとなんないんで、ちょっとまあ、はい、ビビってます、はい、音痴がバレるっていう、はい、マジ入場曲なんだったっけ、え、でもなんか打席ごと、はい、大体どの選手も同じ曲なんだけど、はい、マッチとかは主力になると打席ごとに変えてくださいって球場にリクエストできたりして、はい、それ1回1回あるんですか、あの打席立つことに言ってあるんで、はい、一応4打席立つんで、はい、基本的に1打席目はあのギンギラギンして、はい、近藤真彩子さんで、で2打席目が去年はパプリカにして、はい、みんなが知ってるような、はいはい、で3打席目は、ウルトラソウル、はいはいはい、あれがちょっと最後、はい、ヘイで盛り上がるじゃないですか、はいはいはい、で最後またパプリカに戻るっていうのが、ね、これが去年でしたけどね、はい、それって結構長いフル使うんですか、15秒くらいよね、野手は一応10秒って決まりだけど、まあ、会場によって多少前後したりして、基本的にみんなサビ使いますけどね、はいはいはい、でその音楽長くなっちゃうと、はい、音楽終わるまで打席入んない選手とかいて、試合がなんかだらだら長引いちゃう、はいはいはい、ちょっとリーグの規定で10秒、へー、そのテレビではやんないですよね、そこの入場の曲は、入場っていうか、まあ、前のバッターが終わってその選手が打席向かうときに、まあ、放送にちょっと入っ、そうですね、ちょっと軽く乗ってる感じします、はい、うん、デカデカとはテレビに入らんですよね、そうだね、ですね、うん、どうですか、松田選手は松尾というニックネームで有名で、はいはいはい、パフォーマンスも有名なんですけど、はい、なんか逆に松田選手から格闘技を盛り上げるためにおすすめのパフォーマンスとか、これいいんじゃないみたいなめっちゃ無茶ぶりじゃないですかいやいや、もう堀口恭司選手中心で回ってるんで、これでいいじゃないですか、俺堀口恭司なんすかそれ、なんすかそれだけでいいじゃないですか、はい、それなんすかそれ、はい、なんすか、もう堀口選手アピールで、はい、このフレーズでいいじゃないですか、もう、はい、はい、恭司君なんか今までパフォーマンス、まあでも性格的にキャラ的に別にまあそうですね、あんましたことないですよ、はい、まあそうだよ、勝った後コーナーとかロープ登ってる、あそうですね、あの時聞いてみたいんですけど、はい、あの状況って与えられたっていうか勝者だけの風景じゃないですか、はいはい、あの時って何見てるんですか、人見てるんですか、そうですね、人を見てます、人見てます、見えますよ、はい、自分は、はい、お客さん見て喜んでるって感じですね、うん、あ本当ですか、はい、その時は誰が来てるか分かるんですか、いやそこまで分からないですけど、でも大体前の席の人とかは知ってます、ね、うん、はい、なるほどね、はい、その時はあれですか、素朴な質問なんですけど、はい、痛いとかってないんですか、あもう全然ないですね、マジですか、はい、格闘技やってて痛いなって思ったのは本当ないですね、マジですか、はい、多分痛いなって思ったら本当にそこで気持ちが負けちゃう、なるほど、はい、なるほど、あんま思ったことないですねてかないですね、はい、ってことはやっぱメンタル強くないと無理ですね、メンタル強いとかじゃないですよ、バカなんですよ、本当ですか、はい、あんまりそこは考えないっていうか、はい、すごいな、いやいやいや、